日本対コートジボワール、解説には元日本代表の北澤豪さんをお招きしています。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ北澤さん、今日のカードですが、随分すごい顔ぶれになりましたよ。いや本当にね、素晴らしい選手揃いですから、今日はスーパープレーなんかも飛び出すかもしれませんよ。その辺も期待できるかもしれませんよね。そうですね。カルク選手たちを眺めているんですが、ドナロ、彼の調子ですが、かなりいい状態だと聞いています。カメラさん。はい、どうぞ。岩本さん、彼についてなんですが、おっしゃる通りかなりコンディションも良さそうですね。練習を見ていてもその辺がよく伺いましたよ。なるほど、そうですか。さあピッチレポーターは岩本照さんにお願いしています。岩本さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。坪井、ディフェンダーとしてプレーします。さあ間もなく試合が始まります。さあキックオフ、試合開始です。まずは前線に送ろうというところ、中へは、おっと、危ないところでファールです。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。さあ上げるか、ここからさらに上げる。さあ狙った、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。後ろへ下げる、そして坪井、そこから中澤、いい攻撃、後ろからのマーク、あっとここで奪われた。若干力入りすぎましたけど、長い距離でも十分に狙ってこれるということでしょうね。さあいい展開だ、一旦戻します、左に振って、日本としてはこれでいいと思いますよ。中村、ここからフルア、ここはボールを下げました。坪井、ディフェンスの選手です。また戻す、テイル、今のはファールです。日本、ここからの直接フリーキック、いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。これは長すぎました。フルは縦を読まれた、一旦後ろへ返します。プレッシャーをかけます。柳沢、さあここに出てきたぞ、おっと空中での競り合い、左へ回す、フルは詰め寄られました。まだ持っていく、フルはここで受ける、攻め上がったんですがここはうまくいきません。このパスはオフサイド取られましたね。さあリプレイです。微妙なタイミングでした。これをカット、ヘッドで競る、デンドン、後ろにはたいた。カメラさん、はい、ホーム側なんですけど、なかなかボールを運べてないことに対して
だいぶ気にしてるようですね。はい、ありがとうございます。左サイドから中田抜き去ります。さあ正面だ。ここは大きく蹴りました。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。日本ここは及びませんでした。もう一回サントス、おお、まだ上がっていきます。いや行きますね。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。キープします。さあ固まっている。ここはよく守りました。繋いで中村取られた。コートジボワールとしては、まあ、ああいう守りができているとプレーにゆとりが持てますよね。フルはさあ競っていく。あっとこれはドルトラ、デンドン、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですがもう一歩及びません。激しいチェックが続きます。福西大きく横へ運んでいきます。中澤左から攻めていきます。サントス抜けてきます。ファールを取られました。この辺はねやはり抜ければチャンスシーンですからね。頭でくる。このサイドチェンジ。ちょっと合いません。早く折り返したいですよね。頭で合わせた。これを決めることができません。叩きます。回してドルトラ、ゾルダン競り合った。これは突破できない。おお、フリーだ。大事なところ。おっとノーホイッスルだ。ここは精一杯クリアします。コートジボワールとしてはまあしっかり守れていると言えるでしょうね。激しく当たります。チェックされていました。前さあ競っていく。さあチャンスになります。直接来た。これを決められない。もっとヘッドで競り合う。ここでカット。いい攻撃だ。さあこっからだ。狙った。うわっと惜しかった。日本今のところ0対0。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。ちょっと奪われがちですよね。まもなく前半も30分が経過します。中村これはつながらない。危ないところでした。おっとこれピンポイントだ。さてコーナーキックに変わります。初めてのコーナーからのセットプレー。さあこれは入ってきた。さあ絶好の位置でスローインです。さあいけるか。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。縦へのロングパス強引に行きます。大事なところミドルで来る。キャッチされた。
ここは戻します。スペースに入れる、さあ狙った、キーパーを防いでいる。ここは精一杯クリアします。細かいボールの奪い合い、再びスローイン。またスローインになりました。強い、届きません。ヘッドで競る。さあ中から行きます。左へのクロスが出たんですが、ここは合わせられませんでした。中に誰かいます。これはクリアします。チェックきついですよね。ドルトラ、小さく出した。二人でのチェック、味方がいないところへ流れた。ゾボラ、競り合った。さあ抜けてきましたね。さあ固まっている、打ってきた。ここでボールを持った、まだ持っていく。うわー、行きますね。大きなチャンスでしたね。残念です。そうですね、日本いい攻めを見せてきました。そろそろ前半の40分を回ったところです。テイレブ、右へ出した、一旦預けます。大事なところ、果敢に奪いに行きます。これから前を向こうというところだったんですが、突破できませんでした。右から攻めていきます。さあ一人で上がっていきます。わっと抜けてきたぞ。さあいけるか。またいい感じだ。ピンチを逃れました。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。危ないところでした。ヘッドでつなぐ。フリーだ。味方を探している。頭でクリアします。激しく奪い合います。デンドン、必要なチェック、プレッシャーを与えます。中澤、パスをつないでいく。コマン、さあここに出てきたぞ。上げてくるか。戻りかけてたんですけど、やや遅かったようですね。ここはしかしゾボラ、おっと、前半戦終了です。さあ北澤さん、今のところどうご覧になられますか。コートジボワールとしては立ち上がりが良かっただけにね、ちょっと点が入らなかったことでね、イライラしてるかもしれませんよね。後半立ち上がりとか面白そうですよね。ではここまでの流れですが、前半今後半が始まりました。左へ出した、縦を詰め寄られた。コートジボワールボールキープしています。ボルゴ、テイレブ、ここで笛です。コートジボワールボールになります。縦を行くか、スボイうまく食い止めます。福西、これは危険なプレーです。フリーキックになります。頭でつなぐ。頭で中村、中澤、日本ボールを回します。積極的に行きます。
さあチャンスを迎えている。ボールは絶好の位置、ヘディングシュート。前に送る中澤、中村、中田、これが繋がらない。中村スライディング、さあ競っていく。ここは大きくクリアした。左へ回してサイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。競り合った。ああ持たれましたよ。ここでリターン、ボールは後方。もう一度中澤、中央へボールが出てきた。下がったボールは福西、激しいチェックに行きます。ここは阻まれました。前に出した、中央から行った。中澤、浜田、おっと最終ラインを抜けたか。高原、ここに中田、スペースを使う、ダイレクト。クロスバーの少し上、おっと競り合います。ダイレクトにつなぐ、大事なところ、いったか。ここはよく守りました。ここはなんとかクリアです。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。ここで笛です。小さく回します。坪井、中田、ドリブルで上がっていく、強引に行きます。短く出します、通りません。さあいけるか。いいディフェンスを見せます。細かいボールの奪い合い、と取り返した。そのまま行く、相手に当たった、ピンチを逃れました。カメラさん、岩本さん、どちらもアップが始まってますね。慌ただしくなってますよ。はい、ここで交代の動きがありそうです。ここはよく守りました。少し出して一旦戻します。さあ攻撃に注目です。取り返した、前に出した、縦うまくコースを塞ぎます。フルは今行けますよ。左サイドへ出す、シュート、フィスティング。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。あっとここでイエローカードです。これこの前のプレーに対してでしょうね。ここは集中した方がいいですね。正面を狙ってくる、頭で流し込む、これは大きく上へそれました。ヘッドから、カビラさん。はい、どうぞ。岩本さん、ホーム側なんですけど、2枚目のカード切ります。14番の選手に変えて、どうやら34番を投入するようですね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。足技見せます。福西、後方へパス、サントス、果敢に奪いに行きます。さあ前で味方が待っています。ちょっときついですよね。
右に出してサントス、久保、中村、そこから久保、ここはしかしゾボラ、鎌田、これはつながるか、スペースを狙いましたがオフサイドを取られました。非常に微妙でした。しかしオフサイドの判定。ステップワーク見せます。後ろ、ここは叩きます。久保、詰め寄られました。これは笛はありません。痛そうですね。チェックきついですよね。ちょっとここで時間を止めました。中村、ここで主審に呼ばれています。中村、主審から注意を受けています。おっと、選手が倒れ込むところが映りました。大丈夫でしょうか。ちょっと心配ですね。担架が出てきました。やはりどこか怪我をしたようです。もうちょっと体を寄せていればね、ファウルにならなかったんですけどね。そうですね。右にさばいて大きく前方へ、矢田ヒッポ、うまくコースを塞ぎます。久保、ここでピッチに戻ってきます。プレー続行のようです。今いける。コマン、日本、ここで控えの選手がアップを始めました。中田、開きますよ。中を見ている、クリアです。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。さあどんな展開を見せるのか。左サイドから、ここは一人で上がっていきます。おっと、抜けてきた。行くか、なんとかクリア。時計は後半の30分を過ぎています。日本、右のサイド上がっていきます。後方へパス、さあどうする。前を向こうというところだったんですが阻まれました。とここで奪った。中村、ボールは左サイドへ、左サイド、さあここまで上がってきました。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。胸で受けます。競り合った、回して中田、いいでしょう。ちょっと当てる選手が少ないか。奪いました。高原、彼は今日すでに5本のシュートを打っていますがゴールにはまだ至っていません。軽く出して、あっと、これは、おっと、打ってきた。わずかに上です。しかしすごいシュートでしたね。いいシュートでしたよ。両チームここでメンバーチェンジとなります。まあここでね、無理はさせたくないですからね。ヘッドでの競り合い、素早く回している。フルは中盤のプレイヤーです。いいですね。さあこっからだ。外側から行った、キーパーしのいだ。さてコーナーキックに変わります。でもいい試合してますよ。そうですね。真ん中入れた、頭だ、大きく外れていきました。しかし今のコーナー危なかったですね。日本、再び選手の交代を行います。
おっと空中での競り合い、このスルーパスはオフサイドです。戻ろうとしたところでしたけども、ちゃんと見てましたね。中村、どうする、鎌田、競り合った、ここは戻します。後半40分が過ぎました。これを返してもう一度、いい攻撃だ、さあいけるか、いい攻撃、おお。左へ出した中田、キープ力には評判のある選手、左に送って、さあどうする、ここは精一杯クリアします。自分で持っていく、おお、フリーだ、ここで激しい、これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。ゾルダン、さあこっからだ、競り合います。あっとここには誰もいません。チェックされていました。このまま持っていく、ここで受けた、そのままシュート、リスティング、コーナーキックになりました。見せ場となる場面、さあここは狙ってますよ、なんとかクリア、福西、大事なところ、おっと後半終了、 PK 戦に突入します。いやー最後まで白熱した戦いとなったんですが、結局均衡を破れず、いかがですか。はい、90分経ったことを忘れるくらいいい試合でしたよね。素晴らしかったと思いますよ。まあまだこの後 PK あるんですけどもね、大変いい試合が見れたんで僕は満足してますよ。この後は PK 戦へと続きます。 PK 戦が始まります。まずは1本目を蹴ります。高原、最初の1本は確実に決めてきました。本当にね、落ち着いてますよね。ここを蹴るのはドルトラ、キーパー読み切りました。今のシュートシーンですがいかがですか。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。日本ここは決めて引き離したい。いや、入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。コートジボワール、今のところ2点ビハインド、決まりました、読み切りましたね。さあここで差を広げられるか。まっすぐでしたね。本当にね、落ち着いてますよね。コートジボワール2ポイントを追っています。今度は逆をついてきた、うまく逆をつきましたよね。日本ここは決めて引き離したい。キーパーの逆をつきました。ちょっとね、読みが外れましたよね。いや、追い込まれましたね。矢田彦、執念の一発を見せました。うまく逆をつきましたよね。日本勝利は目前です。決めた、決まりました、決着つきました。日本結果としてこの PK 戦を制し勝利を得ました。さて北澤さん、 PK 戦という結果になりました。試合を振り返ってみていかがでしたか。はい、最後は PK になりましたけどもね、日本としては PK もそうですけども、そこまでがね、やはり思い通りに動けてましたから、そういった姿勢も評価できますよね。そうですね。ではちょっとここで試合を振り返ってみましょう。前半25分、ドルトラセットプレー直接狙ってきました。そうなんですよね、めちゃくちゃスピードありましたよね。いや、驚きましたよ。入っていればスーパーゴールでしたね。
さらにまた重要な場面があったんですが、前半29分、柳沢非常にいい形でシュートを打ってきました。そうですね、まあ外れてしまいましたけど絶好の位置だったんですよね。決定力に弱さが見えましたね。本日の結果は日本見事試合をものにしています。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けしました。皆さんまた次回お会いしましょう。